三線機場の分岐器三線機場とは、鉄道において、機関の異なる車両を運転するために、通常1対2本の機場で付設される線路について、片側のレールを共通として、残り2本のレールを、それぞれの機関に応じて付設したもののこと、三線機場は三線機動、三線機ともいう、線路中心を合わせるために、機場を共通とせずに4本付設する四線機場と、する場合もある。 4000機場は、機関の差が小さすぎるため3本のレールの併設が、困難なケースや、3種の機関に対応するケースにも、用いられる。英語では、デュアルゲージと呼び、日本語でもデュアルゲージと称することもある。鉄道は、モノレールや、新交通システムを除いて2本のレールを組み合わせて、おり、この2本の幅が異なる車両が、相互に乗り入れることはできない。機関が異なる車両が、 相互に乗り入れる場合、台車を鉄道ごとに履き替える方法や、可変機関式の台車を持つ車両を用いる方法など、車両側で対応する方法もある。これらの問題を、線路側で対応するのが参戦軌道である。各機関の線路中心がずれ、建築限界もそれに合わせて変わるため、ホーム、河川、信号機、ATS、ATC1 補正地上紙等の保安装置の地上紙の 設置位置に注意が必要な点。分岐器の構造が複雑になる点。降雪地帯などでは並列する機場の間に、雪が詰まる、レールの摩耗が不均衡になる、レールの取得や保守のコストが上がるなどの問題がある。日本での3000機場及び4000機場は、1912年に京都市内の京都市電と京都電気鉄道の共用区間に付設されたのが最初と考えられる。 同年4月19日に京都市が内務省から参戦機場付設の許可を受け、同年12月25日に参戦機場の最初の区間が営業を開始した。一方、博多電気軌道は貨物輸送を目的とした実行線を同年5月28日に開通させており、この路線が当初より 1067mm 期間だったとすると電車を運行していた吉塚線。 循環線と重複する区間は参戦基準となっていたため、開通は京都よりも早かったことになる。翌1913年には東海道本線の是々駅大津駅間で東海道本線に大津電車軌道が乗り入れるため参戦基準となった。軌道ではない鉄道が関係するものはこれが最初である。純粋な鉄道のみのものとしては1917年に 横浜線の原町大駅橋本駅間で標準機化の実地試験として使用されたのが始まりである。鉄道車両工場の構内で参戦機場となっているケースもある。例えば JR 東海浜松工場には狂気、標準機供用の参戦機場が多い。なお、ここでは営業線上以外のものは割愛する。現存するもの、編集大本線。 秋田新幹線の参戦機場をかつて存在したもの、編集また営業運行ではないが、太平洋戦争中の1945年4月に、京成電鉄本線の京成上野駅、日暮里駅間の地下線が国に接収され、国鉄日暮里駅構内の側線につながる参戦機場を、敷設した上で、空襲から守るために、国電車両や、新台車を疎開させたことがある。 ただし戦時中の京成上野地下線の状況については、様々な文献による記述がある。詳しくは、京成上野駅を参照。なお、後の1959年に、京成電鉄と新京成電鉄が 1372mm から 1435mm に改め期した工事期間中、駅や車両基地の構内に4000機場に似たものが、付設されていたが、この2種類の期間は、 差が小さすぎるために、通常の3線あるいは4000機上は、物理的に成立困難である。外側のレールは標準機で、内側のレールは馬車機関より狭く、馬車機関の車両が入線した、際の脱線防止用ガードレールとして作用していた。このほか、同社の津田沼第二工場と、その出入庫ルートには、1372ミ、mm、リメートル機関と1435、 ミリメートル期間の軌道中心を大きくずらした4000機場が存在した。国鉄時代の東静岡駅にも存在した。保線機材やレールを積み込む施設に採用され、国鉄分割民営化後もしばらく損置されていた。スイスでは主に貨物列車の直通を目的に参戦、0 0機場もしくは4000機場化がなされている。なお、輸送量の少ない区間ではロールボックもしくはロールワーゲンを使用して、 貨車を直通している。この区間の両側は参戦機場となっている。集裁では、標準機で統一されているために、標準機以外の機関を採用しているシュートまでの、鉄路で参戦機場区間が存在する。ありがとうございます。